こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、前回吉谷さんがね、プラスワンを積み上げるってお話されましたけども、私も同じ気持ちなんですよ。本当に日々やってることとか瞬間瞬間やることってほんのね、薄っぺらい紙1枚ぐらいのものなんですよ。本当ですよ。 YouTube をアップロードするってこの紙1枚の薄さしかないんですよ。ところがですね、この薄っぺらい紙でも何十枚何百枚何千枚積み重ねるとピストルの銃弾でも撃ち抜けないぐらいの強度を持つわけですよ。私はだからそこに挑戦してるんですよね。千里の道も一歩よりっていう話が私すごく好きなのは、このフレーズも好きなのは、どんなに力がない自分でも千回万回積み重ねると強固なものになるってことなんですよ。それこそ三人よらば文字の知恵ってありますけども、三人とかね、その程度ではダメなんですよ。三十とか三百とか三千とかっていう、いわゆるね、未だ成功をつかめていない、もしくは成功に向かって歩み出していない人が考えている数値の2桁違うんですよね。だから10、20やろうっていうんじゃなくて2000、3000やろうとかね、ともすればものをもう1個上の桁1万、2万やろうっていう発想なんですよ。で、さすがにそこまでやっていれば、例えばね、筋肉でも100回腕立て伏せをすると100回腕立て伏せができる体になると思うんですよ。それは腕だけを鍛えるつもりであっても、他の胸とかね、足とかも副次的に鍛えられてるんですよね。副次的に、そしてそれをやり寄せたという精神力も鍛えられて、やり通したというね、その結果が新しい自信を導いてくれるんだと思うんですよ。だから私ね、根拠のない自信って言葉はものすごくね、否定的で、自信には根拠があった方がいいに決まってると。でも根拠がない自信で成功すると思ってる人がいるんだったら、それは一部の天才だけだよと。もしくはそういうことを勘違いして本当に成功できるんだったらいいんですけども、私が思うところ、やってもないことに自信は持たない方がいいかなと思います。それはね、大きな勘違いをしてしまう可能性があるんですよ。ですんで、実際にアフィリエイトサイトをね、1万個作った私から言えるのは、1000個を作った人には斉藤1000個ですよ。1000個の自信しかないんですよ。だから1万個を作った私の前では、太刀打ちできないぐらいのものだと思います。これはちょっと偉そうに言わせてもらいますけどもね。それから YouTube の動画ですけども、 YouTube でなかなかね、結果が出てないという方、私は吉谷さんのように1万2万という単位で作ってるかなってことなんですよ。確かに時間もかかりますし、期間もかかります。でも投じる意味はあると思うんですよ。例えば3年間で動画の1万本ぐらいをアップロードしたら、 YouTube のベテランになると思いますよ。さすがに何も教わらずにそこそこやってるだけでもね、いろんな気づきがあってベテランになると思います。途中ではね、こんなことやって本当に意味があるんだろうかと思いますけども、やらないことにはもっと意味がないですからね。やって意味があるのかな、いや、やらずに意味があるのかな、どうでしょうか。もしね、もっと他にいい方法があるんだったらそれを取ればいいと思いますけども、でもネットビジネスをやる中で YouTube をやる以上にいい道って私は見つかりません。ですんでね、私はこれからも YouTube を随一でやろうと思いますし、人に何をすればいいのかと聞かれたら、まずは YouTube をやろうよと。それも10本、20本、100本、200本じゃないと、数千本とか数万本という単位でやってから、それからね、気づくことを改めてやっていきましょうというふうにお話しますね。これはこれからも変わりません。数年前だったら違ったんですよ。 YouTube の通信環境とか、それから YouTube の認知度とかね、それから YouTube のサジェストとか、まだまだいろんな要素が整ってない時ってのは YouTube に非常に懐疑的で、 YouTube の教材を売ることなら良かったんですけども、 YouTube 自体でね、広告収入を狙っていくとか、広告収入を取れるようなポジションにないのにそこで売り上げを立てていくってこと、これはね、ちょっと前は あんまりね、なかったことなんですよ。でも今はおおよその体系はできました。例えば集客して教育して販売するみたいな、こういう風なね、ステップももう多くの方が認知してますし、じゃあ集客するために何すればいいのってことですけども、やり方2つあって、やっぱ専門的なチャンネルをね、びっちり作り上げること、これが1つ。もう1つは、そういうのはなかなかほとんどの人には無理ですから、専門的なチャンネルもやるんだけど、9割ぐらいはね、本当にね、自分のことを知らせていく、自分のことを気に入っていただけるような取っ手出しと言われるようなね、編集もしてないし、テロップもつけないような、BGM もつけないような、本当に自分のその時感じたことをポン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 お話しするっていうね、このスピード感、そして質量感ですよね、物量感、これを押していくことによって、なんとなく耳を傾けざるを得ないような自分になっていくってことじゃないかなと思うんですよ。多分ね、この辺が量がいることなんですよ。で、この量っていうのがなかなかできないんですよね。かといって質の高い動画も結構できないわけなんですよ。ね、人によってはですね、量産をやめて質のいい動画をね、30分40分ぐらいの動画をしっかり作っていこうというふうな考えに至る方もいますけども、まあ質の高い動画っていうのは狙って作れるものではないんですよね。だから狙って作れるぐらいだったら本当にね、最短距離いけるんですけども、これは誰にも分かんないんですよ。
当たった人がたまたまそこの中に法則めいたものを後付けしてるだけでね。じゃあ同じような動画が当たるかって言ったらなかなかこれ難しいんですよね。本当にね、プロになるってことはやっぱりプロである裏付け、実力、自信、そこまでやってきた実績が必要なんでしょうね。ということで、ね、今日はね、一つずつ少しずつ積み重ねることによってそれはその道は達成されるってことなんですけども、この積み重ねがない限りどの道を歩んでもダメですね。でコンビニのバイトだってね、バカにできたもんじゃないですよ。積み重ねて5年10年やっていくことによってもうね、そのコンビニじゃ必要不可欠な人材になることができるんですよ。これ余談ですけども、私の住んでいた広島県、中区流れ町ね、流れ町ですね、とか八軒堀とかの流れ町、あの辺でね、コンビニのスタッフの引き抜き合いってあるんですよ。なんかコンビニって今大手3社があるじゃないですか。セブンイレブンで勤めてたんだけども、ファミリーマートに引き抜かれて、で制服違うところで違う店舗で勤めててね、あれ変わったんですかみたいなね。それはコンビニのバイトとしてむちゃくちゃね、使える人間になって、もう全てのね、処理が早いとかね、コンビニの臨機応変が効くとか、それこそバイトをちょろっとやったぐらいじゃできないようなレベルまで達した人のことなんですよ。いやすごいですよ。ちょっとね、外見が特徴的なんで、はっきり言ってすぐ分かります。広島市中区流れ町あの辺にいる方はね、ぜひねコンビニの方ちょっとチェックしてもらいたいと思います。あれ流れ町だったかな、なんか違いますね。なんだろう、流れ川だ。なんか違和感あったんですよ。流れ川です。失礼しました。流れ川町です。だんだんね、都市部の呼び方も分かんなくなってくるぐらい田舎者になりました。まさに隠居。いってらっしゃい。